はい、おはようございます。ちょっと先ほどまで会社の決算対応を行っていたので、ちょっと遅れてしまったんですけれども、今から、ビジネスエアポートに向かいます。で今日はですね、留学生のエイダン君の最終日なんですね。まあ、2ヶ月ほど、在籍していただいたんですけれども、インターンシップの期限が今日までということで、ちょっといろいろお土産ですとか、寄せ書きとかですね、準備してきました。あとは最後にインターンシップで、ね、どんなことを学んだのかみたいなのを YouTube で撮る予定です。 Oh, it's so sad. The next challenge will wait you. Yeah, definitely. Thank you, Aiden. Yeah, thank you. Goodbye. Oh, try. Hi.I'm struggling, of course, because I'm on camera. You might have to try this over. How did it? Really good. Really good. Hi. まあちょっと大変ではありますけれども。グリーンカルドハブの井口と申します。よろしくお願いします。おはようございます。はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。はい。どうですか？大丈夫です。はい。でここはマイク触るとちょっとノイズになってしまいますので、気をつけて。はい。はいはい、皆さん、こんにちは。グリーンタレントハブの井口です。今回は、なんと、DNX ベンチャーズマネージングパートナー、COO の北村様にお越しいただきました。北村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。今日からですね、3日間アチーブメントっていう、研修を受けに行きます。でこれがもう丸1日拘束されるんですよね。正直今そんな余裕ないわけですよ。めちゃくちゃ忙しくてですね、ちょっとそれどころじゃないっていうのが本音なんですけれども、せっかく大金を払って3日間なんとかこじ開けてってやってるので、しっかり得るものを得たいなと思いますので、行ってきます。はい、今そのアチーブメントで研修の途中で、7時半まで今日はやって、あと2日間も同じぐらいなんですけども、ちょっと車に構えてましたけれども、せっかく時間とお金を使っているのであれば、得るものを得ようということで、ちょっと真面目に取り組んでみようと思います。アチーブメントの研修の1日目が終わりまして、今ここと散歩に行っています。で正直違和感がないかと言われるとなくはないんですけれども、せっかくの機会なんで存分に活かそうかなと思います。違和感というのはなんかすごい同質性なコミュニティというか、皆さんこう経営者なんですけれども、こう一つの方向に向かっているみたいな、宗教って言葉は近いと思うんですけれども、そんな感触は拭えなかったですね。それがいい悪いかっていうよりは合う合わないかの話だと思うんですけども。それはさておき、今納得のいく話もたくさんありまして、そのうちの一つに、報酬と対価、彼が言うね、代価って言ってましたけど、要するに得たいものを得るためには代償が必要だと。で例えば、売上1億円とか10億円とかってするためには、やらなければいけない、投じなければいけないものが、それが先行投資なんですよね。順番が逆じゃないと。なのでそのために、四六時中働く必要があったりとか、いろいろあるわけですよね。その感覚は非常に近いなと思います。自分でも持ってる感覚でしたと。で、さらに、遅れの法則とかっておっしゃってたと思うんですけども、やっぱりこう、自分が投じた行為っていうのが、遅れて成果につながるんですよね。YouTube もそうだなと思ってて、最初毎日投稿とかずっとやってましたけども、当然それが翌日成果につながるわけは全くなく、少なくとも半年は遅れるだろうなと思っていたので、2年間は少なくとも YouTube 続けると。でそこからようやく成果らしきものが現れ始めるんじゃないかなというふうに遅れは想定したので、その辺の感覚は合ってたのかなと、間違ってなかったのかなと、そういうふうにも思いました。
なのでちょっと一旦素直に受け入れて、見て実践していこうと思います。コーチってこう自分で走るわけではないですけれども、そのマラソンランナーの選手と一緒にこう、並走して応援したりとか、あるいは、その走り切るためのトレーニングのこうサポートをしたりとかですね、まあ、そういった、役割を担います。宿題、まあ、ホームワークになるものが大量にあるんですけども、まあ、ちょっとあんまり終わらず一旦もう寝ます。はい、おはようございます。今からアチーブメントの研修の2日目に向かいます。ちょっと相変わらず時間がなかったのでタクシーに乗ったのですが、バンコクから帰るとやっぱり日本のタクシーめちゃくちゃ高いなって思いますね。すごい短距離なのに2000円とかしたんですけど、まあ、これってやっぱり需要と供給のバランスがおかしいっていうのと、あとは競争原理が働いてないので、まあ、こうなると思うんですよね。本当ライドシェアは民間というか一般人にも開放してバランスを解消してほしいですね。これはめちゃくちゃ問題。はい、アチーブメントの研修2日目が終わりました。まあちょっとなんか結論言ってよかったなって思いました。成功は正しいとかね、そんな感じのだったんですけど、まあ、ゲストスピーカーの方で某、まあ、僕の尊敬している方がちょうどなんか受講生でお話しされていたんですけども、なんかやっぱり言葉にこう信念が宿るというかですね、独自の哲学とか価値観に基づいて実体験でお話しされていて、やっぱ自分のなりにこう自分の価値観を深掘って言語化して、でそれに基づいて行動するとこうなるのかなみたいなちょっと思いまして、ちょっとこれからホームワークとですね、明日に向けてまた準備をして、まあ、ちょっと継続しようかなと思います。はい、じゃあ今日は、初回のコーチングになります。よろしくお願いします。おはようございます。はい、今日はアチーブメントの研修というか講義の最終日ですね。はい、まあ、ホームワークあんまり待ってきてないので、タクシーでやろうと思います。アチーブメントの講義3日目最終日が終わりました。なんかすごいエネルギーを感じて、エネルギーをいただきましたということで、まあ、結局ですね、継続受講をすることになりまして、まあ、半年後10月末ぐらいになんかまた別のアドバンストコースみたいなのを、受講しまして、まあ、受講してから判断しようということで、まあ、ある意味こう自分で選択したわけなので、その投資を、リターンに変えていきたいなと思います。まあ、それはそれとして今日やっぱりセミナーのイベントのプロなので、セミナーそこから学ぶことも非常に多かったですね。分野は違いますけれども、僕もオンライン学習塾の授業を行っているので、そこでなんか活かせる部分では非常に多く発見できたなというのと、確かにアチーブメントさん高額ではあるんですけれども、オンライン学習塾の方が年間で見ると高額なので、ちょっとクオリティ高めようと改めて思いました。はい、おはようございます。栄養入試いけるんじゃないか説が出てきましたね。そうですよね。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ああ、いいえ、こちらこそ遅い時間にありがとうございます。はい、おはようございます。はい、失礼します。はい、今日からですね、いよいよ、コーチング開始ということで1年間TikTok ライブが終わりましたので、いただきます。
今週もルーティン動画をご覧いただきましてありがとうございます。今週はですね、水木金と3日間もう朝から晩までアチーブメントっていう研修会社の講義を受けていました。これはもともと参加したきっかけは知り合いのというかお世話になっている経営者の方からのまあ、お誘いだったんですね。その方はもうすごいそのアチーブメントさんの講座をもう最後までずっと受講して、今も繰り返し受講しているという、まあ、筋金入りの方なんですけれども、まあ本当にそのおかげで利益がこれだけ上がったとかですね、あのマネジメントができるようになったとかで、なんかそんなお話を聞いていたので、まあ、結構そこにマネジメントに特にですね課題意識を感じていましたし、経営もなんか何のこっちゃって感じだったので、まあ受けてみることにしました。まあ、何をしてるかというとですね、まあ、いわゆる成功哲学を学ぶっていうところがベースにあるんですよね。ナポレオンヒルって聞いたことある人もいるかもしれませんけれども、もともとこうカーネギーとかですね、いろんなこうアメリカをはじめとした富豪の方々の研究をして、その方々に共通する資質は何かみたいなことを体系化した方ですね。これ大学に入るときにめちゃくちゃ読んでまして、で、まあ、そこで親和性があったっていうのが1点と、あとは受講してみようと思ったのはやっぱりあの経営がよくわからんということですね。まあ、周りの経営者の方々となんかいろんなグループワークとかディスカッションみたいなのするんですけれども、まあ、そこでのネットワーキングというか、他の経営者何考えてるのかなとか、どんな経営してるのかなっていうのを、まあ、知るきっかけにもなったっていうのが参加した動機で、かつ参加してよかったことですね。結論続けることにしました。最後までプログラムを進めてみて、まあ、それで使えなかったらもうやめようって思いますし、とはいえ結局それを使いこなすのも自分次第だと思うので、まあ、ご縁もあってですね続けています。その結果どうなったかっていうのはまた別途ですね、あの別途というか今後結果が出てからお伝えしようかなと思います。大変励みになりますので、チャンネル登録ですね、いいねボタン押していただけるとありがたいです。ではまた次回のルーティン動画でお会いしましょう。